はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はまた日本酒でございます。まただったっけ、忘れた。腰の完売の、別選ですね。別選、こちらまあね、かなり有名なお酒ですけど、定価で売ってました。これが 720ml のやつなんですけど、値段が1210円。うん。ね。石本酒造株式会社です。アルコール度数16度以上、17度未満。米過去国産と米麹過去国産米と。特に何も書いてないですね。注意書きしか書いてない。うん。このね、ここに書いてあるんですけど、特別本醸造、腰の完売。ね。はい。ね、腰の完売もまあ、当然、ね、レアな、かなりレアな方なんですけど。ね。俺前飲んだことあるんだけどな。ね。また多分、飲んだことあるんですけど、ね。また飲みたいと思います。ね。今日給料日だったんで。そんじゃ、乾杯。うん。ああ。あ、でも美味しいですね。うん。美味しい。あら。意外と美味しいぞ。あれれれれ。あら、美味しい。あの、締め張りの、に若干似てるね。あの、締め張りはね、飲んだ後に、後味がこう、ブワンとくるんですけど、これは、飲んだ後の、に割とすぐこう、ブワンとくるんですけど、その後すぐシューと、引いていく感じの甘さが、うん。香りも、口の中にこの、広がる香りの、香りも似てる部類ですね。なんだ、うめえじゃん。あら。あらあら、うまいですね。ちなみに、この一個前のこれの、よか、ランクが下のやつが、普通に、まあ、白ラベルっていうやつですけどね。こっちの方がうまいんじゃない？実は。あれみたいに。締め張りみたいに。ね、一番安酒の方がうまかったり、するんではないかと。1.8 リットルで2037円らしいんで。でも、720ml では売ってなかったですね。うん。うん。売ってなかったです。うん。全然久保田よか、こっちの方がはるかに美味しいですね。うん。うん。うまいな。で、その普通酒の次が別選。で、その後が無垢。無垢も売ってました。これが 720ml で1530円。うん。うまいな。これ日本酒度が書いてない。
あ、720ml が960円。だそうです。安いですね。白ラベルは、ね、一番安いやつ。てか、驚くべきことに日本酒って 1.8 リットルで1000円で売ってる、1000円で売ってた、今日行った、まあ、いつも行ってる店なんですけど、1000円で売ってましたね。あ、腰の完売じゃないですけど、安いやつは。安酒、なんなのかわからない。確か、越後桜だったっけ、忘れた。酒造どこだったっけ。安いですね。1.8 リットル。1000円で売ってんのか。もう安いですね。じゃあ 720ml ぐらい、500円ぐらいで売ってくれよって。ね、思うんですけど。まあ、結局カップ酒レベルのやつはやっぱり、ね、1.8 リットルで、1000円で買えちゃうんですかね。日本酒っていうのは、全般的に。で、金麦。腰の乾杯の金麦も売ってましたが、こちらが高い。720ml で3560円。これがもう、定価ですからね。高い。はっきりで高い。あ、麦の次の、やつが吟醸特選ですね。特選。これが1675円。まあ、といったところが、ちょっと高いですけどね。ちょっと高いっていうか、もうなんか感覚は狂ってきたけども。720ml で1675円って十分高いですね。俺買わないです。今度普通酒買おうかな。腰の乾杯の普通酒。白ラベル。720ml が売ってればの話ですけど。まあ、ここら辺になるともう、もういいや。前も話した値段に関してはね、まあ、高いということですけど。美味しいですね。美味しい。やっぱり。やっぱ日本酒ってこれ開けたら基本的に飲まなきゃいけないパターンなのかな。わかんないけど。開店後はなるべく早くお飲みください。やばいな。なるべく早くお飲みくださいか。やばいぞ。結構開けてる。久保田開けて、まだ飲んでないし、締め張りも開けて飲んでないし、ね。あれも飲んでないし、あの、超辛口も2本開けて飲んで、まだ全部飲んでないし。やべえぞ。やべえぞ、いろいろと。やべえぞ。でもこれうまいな。こっちの乾杯うまいですね。あら、びっくり。俺最初飲んだ時うまくねえなと思ってたけど。あら。実は全然うまい。日本酒度がプラス7ですね。ああ。だいぶ辛口だ。だいぶ辛口だ。正直、まあ、締め張りよかは辛口なのはまあわかるとしても、プラス7か。だいぶ辛口ですね。だいぶ辛口ですね。缶にして飲みたいけど、まあいいや、後で。
美味しい。これ美味しいな。しめはり。ちょっと飲み比べてみましょう。しめはりはね、後味が来るんだよね、甘さが。やっぱ全体的に甘い。しめはりの方、なんとなく。でも香りは明らかにコシの甘梅の方が強いですね。だいたい雪の方がうまくないんだよな。しめはりは雪をか、なんだ。雪岡、好き？好きじゃなくて、花か。花の方がうまいよ。久保田。飲み比べましょうか。あのね、久保田はね、辛い。久保田の方が多分辛口な気がする。個人的に。なんかね、久保田は旨味がない。てか甘さが弱い。ような気がする。やっぱうまくねえな、久保田はな。ちょっと辛いね、久保田はね。正直辛い。ちょっと癖がある。癖っていうか、その、口当たりが結構、なんか、ちょっときつい感じ。アルコールの感覚が。あ、でもうまいわ。コショウカンパイうまいな。あら、びっくり。今度白ラベルだな。すごい水みたい。で、ぐいぐいいけちゃう。しめはりつるに比べると、若干、香りが強くて、甘さが、なんか甘さも強い気がする。そうそう、しめはりつるのですね、花の 1.8 リットルのやつがですね、実はなんと、超身近にですね、売ってて、定価で売ってました。酒屋でも何でもない、ただのこじんまりとしたスーパー。スーパーとも言えない、コンビニとスーパーの間みたいな店がありましてですね。そこになんと普通に売ってたって。ね、今度買ってきます。確か値段が 1.8 リットルで2000ちょいぐらい、100円ぐらい。2100円かそこら辺ですね。
で、売ってたんで、締め張りが。え、マジかよと思ってて。うん。あ、でも腰の看板うまいな。花に似てますね、やっぱね。何度も言うけど。うん。非常に似てる。なんか。味が。これはもしかすると白ラベルの方がうまいという可能性もあるんですけど。うん。うん。ありますね。うん。逆に安酒の方がうまいというパターンがある。うん。うまいな。うん。これはあれだ。噛んで飲む。ちょっとね、待っててください。なんかね、そうですね、個人的な、あれですけど、まあ、久保田、締め張り、腰の完売。この三つがとりあえず、新潟の割とかなりメジャーな方のプレミア好きの、日本酒だと思ってるんですけど、これでですね、この三つをまず比べてみると、一番辛いのは多分間違いなく久保田だと思うんです。個人的に。何度なく。口当たりが明らかに辛い。で、トゲトゲしい、荒々しい。うん。で、次に辛いのは、多分、若干腰の完売。うん。で、一番多分辛くないのは、締め張りですね。うん。あくまで俺の個人論です。で、香りが一番強いのは腰の完売。これはまあ、微妙ですね。腰の完売も、いやでも締め張りも強いしな。まあ、久保田はちょっと残念ですね。うん。うん。うん。腰の完売も香り強いですね。でも、締め張り。でも、やっぱ一番香りが強いのは締め張りかな。ちょっとそこら辺、ちょっと微妙ですけどね。うん。ちょっと微妙っていうか、わからん。そこら辺。ちょっと、こう、競ってますね。うん。で、あとは、コクか。コク。コク。
コクか。多分腰の完売がコクが一番強い。第2位で、久保田かな。第3位しめはりかな。わかんないな、ここら辺な。割と結構残るんだよね、下に。腰の完売は。うん。割と下にこうずーっと残ってる感じがあるんだよね。うん。で、逆にスッと溶けるのが、締め張りだと思うんだけどね。もうね、これはね、もうね、ほら、ホワイトボードでなんだかんだか、なんか書いてるけど、あんな当てになるのか。今思ったけど。ちょっと、わからない。うん。正直ね、俺アホなんで、結局さ、今はこう、さっき飲んだからわかる、クーボタの味は覚えてるけど、あ、こういう味だなっていうのは分かったんだけど、もう一日経つともう忘れるからね。あ、どんな味だったかなって。うん。まあ、うん、大体こんな味だっていうのは分かるけど、やっぱ、こっちとこっちでどっちがこう、どうだったかなとかっていうと、ちょっとわけ分からなくなってくるんですよね。うん。アホです。という感じです。けども。石本酒造。ん？日本酒好きで久保田腰の完売、八海山飲んでる奴ら。わらわらっていう。なんか二ちゃんかなんかのスレがありますけど。二ちゃんじゃねえか、これ。にわかパック酒でも飲んでる。だそうです。高いやつはそりゃうまいよな。でもそういうやつって高いやつしか飲めないんで。高いやつって基本日本酒って高くないぞ。ねえ、正直言うと、ね、ただプレミアついてるだけですか。プレミアついてないところで買えば、ね、まあ、うん。まあ、定価販売のところで買えば、別に安いですからね。普通酒とかだったら全然ね。まあ、まんじゅうとかだとほら、いわゆるさ、超別選とか、なんか、腰の完売の超特選とか、なんだか、あるでしょ？あっちは、まあ確かに高いけど。定価自体高いからね。定価で3000円とか6000円とか言われるとさ、は？ってなるよね。星の完売のさ、なんだっけ？一番高いやつ。6000円だからね、定価。定価だぞ。いいってなるよね。さすがに。しかもあれだぜ。なんだっけ ?720ml だったっけこれ。定価。一番高いやつ。720ml で5930円ですよ。は。笑わしてくれるわ。おかしくねえ、絶対。絶対おかしいよな。定価ってことは、まあ、食品で定価ですから、まあ、それ以下にはなんないでしょ、ほぼ。劣化してない限りは。ねえ。未回線な限りはね。ここに説明が書いてあります。
腰の完売超限定種。究極に醸し出された大吟醸に、自社のおつ焼酎、かっこ古酒を添加し、あ、そうなんだ。焼酎加えてんのか。で、2年以上ゆっくりと熟成させた一品です。だって。腰の完売特上酒。特上酒じゃない、超上酒か。特上酒。これ飲んでみたいよな。なんか風格があるもんね。なんか金色の、なんか金色っていうか若干この黄色の、黄色と黒を混ぜたような、ちょっとダークな黄色みたいな。いやー、これ死ぬまでに一回飲んでみたいですね。これね、5930円。あ、そっか、もうちょっとであのあれが出ますからね。ボーナスが。ボーナスが出るんで、ボーナスでこれを買うという。5930円買いたくねえな。絶対買いたくねえな。うまいってのはなんとなくわかるんだけどさ。これの約5倍ですよ。値段。ちょうど5倍ぐらいですよ。おかしいだろ、絶対。で、一個前の特上酒、上酒の一個ランク下のやつでも 500ml、いいですか？ 500ml でですよ。3670円。あ、たっけー。くそたっけ。もうわからない。ちょっと待って、久保田の饅頭っていくらなの？饅頭でググります。これ、うん？ん？あ、と思ったら全然だった。全然安い。720ml で3664円ですよ。定価。まんじゅですよ。まあ、これ定価で買えたらの話ですけど、まあ、少なくともその酒造の、が言う定価ですから、結局のところ、その定価程度の材料しか使ってないということになりますよね。結局。定価っていうのは。結局そういうことですよ。プレミアを除くわけですから。うん。定価っていうのはやっぱり、ある程度やっぱりね、いい素材を使ってれば、まあいい素材って言ってもあれですけどね。ある程度限定的な意味での素材、ね、超希少ななんたらかんたらを使ってますとかって、そういう意味での、あれですからね。まあうまいかどうかは別として、まあ値段がかかってるかかかってないかを考えて、まあ、3664円ですから。別に高くはない。これの2倍ぐらいしますからね。2倍近くするもんな。腰の頑張り、クソ高いな、これ。いや、でも、個人的に俺は幸せだわ。その、ね、腰の頑張りのね、まあ、安いっていうか、まあ、定価で買える。まあそんな高くはないですけど、高いやつではないですけど、これだって別線だって、これあれだぜ、ヤフオクとかで見てみ、今ヤフオクで見ますけどね、か完売でググりますけどね、ヤフオクでググります。はい、入札の多い順で見ます。そうです。これですよ。今、一番上にあるやつで、別線、これです。これの別線の 1.8 リットルの2本セット。つまり、定価で買えば、
2540円の2本セットだから5000円程度。あ、でもそんなでもない。あら。ん?あら。あれ、参考にならないかったな、これな。今現在、残り時間が22時間あって、今現在の価格5000円ですから。あら、そんなでもない。あれ、おかしいな。あれ、腰の完売そろそろ飽きられたか。あら。あら、あらららら。てかね、どうでもいいんですけど、この腰の完売っていうのはですね、先ほども言った通りですね、実は、おつ焼酎というのがありまして、腰の完売の。古酒。おつ焼酎。焼酎です。腰の完売の焼酎がありまして、こちらがですね、結構レアですね。ヤフオクでありますが、現在、残り時間が2日あってですね、入札件数35件。そして現在の価格がなんと、1万500円。こちらが、おつ焼酎の 720ml が2本セット。箱入りとなってますけど。1万ですからね。だから、現時点で、1本あたり5000円ですよ。これ定価いくらなんだよ。定価がわかんないんですけど。定価はそんな高くないだろう。もうだからこのおつ焼酎は相当プレミアついてるということですね。恐るべし。あ、でもやっぱこの、腰の乾杯はやっぱり、コクがあるね。締め張りようか、明らかに。だから逆に、このコクがあるがゆえに、なんか、こう、ちょっとえぐみがあるというか、若干のこう、日本酒が嫌いな人にとってはちょっと微妙にあって、かなと。そういうことで扱いいただきます。乾杯。熱っ。熱すぎてびっくりした。あ、でもそんなでもないんだ、腰の完売。だいたいさ、ヤフオクってさ、しかもこれですよ。これをさ、ヤフオクで買うってなったら、送料が別途結構かかるわけですよね。だから、だいたい定価で買えたとしても、送料がそれにプラス500円とか、1000円近く取られるわけです。それを考えれば、まあ、妥当ですよね。うん、別に、腰の完売の、まあ、別線とかここら辺ぐらいのレベルだったら別に、普通に問題なく定価で買えるっぽいですね。定価でっていうか、送料を別にして考えての定価ですけどね。定価で落札できました。プラス500円から1000円ぐらいかかりますみたいな、そういうことです。まあでもそれだったらまあ、でもそれで500円とかさ、送料で500円とか取られたくないんだけど、腹立ってくる。なんか。はい、ありました。伝説の腰の完売特上酒。一番高いやつです。これが、送料無料で8000円となってますね。まあ、誰も入札してません。で、8000円で即決価格が8000円なんで。送料込んで8000円だったら、まあ、割と妥当。と思えるのが、だって定価6000円ですからね。
ったらそんなでもないんじゃない？そろそろ最近ちょっとあれじゃね？落ち着いてきたかな？もしかして。魔王定価で買えるかな？なわけねえか。個人的にとりあえず魔王が買いたいね。魔王というのは、知らない人、多分いないと思いますけど。ね。あの、芋焼酎の、あの、3M という、3M。芋焼酎において、プレミアのついてる、ね。あれは 3M、3M と表してですね。魔王、村尾、森伊蔵。この三強なんですが、一番高いのは森伊蔵です。うん。これはもう段違いですね。で、あと、まあ、魔王と村尾はちょっと、まあ、魔王が一番、まあ、ね、その次にメジャーかな。村尾はもう、あんまり、そこまでメジャーではない。でもこれは飲んでみたい。とにかく、まあ、あの、森伊蔵は飲んでみたい。死ぬまでに森伊蔵と魔王と村尾ぐらいは、俺の中ではもう飲んでみたいですね。もうだって、腰の乾杯飲んだわけですから。ね？で、さらに言うと、久保田ももう飲んじゃったわけです。日本酒の三大、何のか知らんけど。少なくとも久保田はもう日本酒の中でも、もう1位ぐらいのレベルの、そのメジャードでしょ。まあ、俺が思ってるだけかもしれませんけどね。少なくとも、まあ、とりあえずこれは達成したかなと。もう全く久保田はもう、期待外れ。あの、少なくとも。ね、千住に関しては。まあ、逆に百獣の方がうまいというパターンもあると、こう、仮定しても、いやー、という感じですかね。だから、俺の中だとね、てか、ちょっと、熱燗の味をちょっと言いましょうか。熱燗。まあ、甘い。香りが強い。で、後味がスッとすぐ消える。まあ割と普通ですね。まあ普通っていうか、締め張りとかと一緒ではないけど。まず、でもやっぱり締め張りにだいぶ似てますね。うん。うん。まあちょっと甘さが欲しいって人はやっぱり熱燗の方が全然美味しいと思います。うん。ということで、先ほどの話を続き。まあ、ね。俺、今更言うんだけど、正直、飲んでみたけど、締め張り2の雪だってそうだけど、これ雪ですけど、花の方が俺個人的に美味しかったです。ということを考えると、やっぱり、値段じゃないなと。いや、むしろ、酒が好きな人ほど安酒を飲んだ方がいいんではないかと、俺は思う。あくまで。だってさ、あくまでこれは例えですけども、日本酒とか酒において基礎を築いたものが一番安酒なわけですよね。その根本たるゆえんの、いわゆるもう、根っこの部分ですよ。そこがやっぱりどんだけしっかりしてるかをやっぱり見るのには、やっぱり一番適してるのはやっぱり一番この安い部類の、一番安いレベルの普通酒を買うのが、買って飲んでみるのが、やっぱり俺は個人的に一番いいと思いますね。だから、久保田の百獣、一番安いやつも個人的に飲んでは見たいです。うん。うん。だってさ、前も言ったかもしれないけど、例えば、腰の乾杯の初めに俺が飲むやつが、一番ランクが高いやつだったら、
逆にどうなったかっていう話ですよ。ね。一番高いやつ、6000円もする、定価6000円もするやつ。そんな、うまいに決まってんじゃんと。ね。俺が仮にうまいと言ったとしても、あ、そうですかってなりますよね。リスナーの皆さん。あ、そうですか。あ、6000円ですからね。あ、そうですよね。確かにそうですよね。高いんだからうまいでしょうねってなるでしょ。もう誰もが、あ、そうですかっていう反応しかないでしょ。うん。逆に俺がまずいねと言ったら、まあ、どうなるかっていうと、何言ってんだお前と。ね。あの、憤慨が来ると思うんです。何言ってんだこいつと。お前、バカ舌がと。まあ、なりますよね。それはしょうがないですよ。確かに。事実、飲んでない人だって、多分俺が飲んでなかったその、他人の動画を見てね、超高い1万円とかのやつを飲んで、まずーとか言ってたやつを見たら、お前こいつ何言ってんだと。うん。頭湧いてんじゃないかと。なると思うんです。それはしょうがない。だってお前、そりゃそうだろ。なあ。せっかく高い酒なんだからさ、一般的に考えればうまいに決まってんだって。ということは逆に考えるとまずいって言ってるやつは、もう、気違いか何かの部類に見られるわけですよ。ね。だがしかし、一番腰の完売の一番安酒を飲んだとして、うまいといえば、あ、リスナーの皆さんは、あ、これうまいのかと。え、一番安いのにそんなにうまいの？じゃあ買いたくなるじゃんって。安いけどうまいみたいな。まさに最強じゃないかと。ね。まあ俺の理論ですけども。そうなりますよね。でも逆に、まずいと言ったとしてもです。あ、やっぱまずいのかと。まあでも安酒だし、まあしょうがないかなと。まあでも高いのはうまいんだろうなというふうにこう納得されるわけですよね。うん。まあ別に動画の意味を、その、まあ、ね。その動画を見てる人のために、別に俺は、あの、全然、ね。あの、正直なことを言ってるだけなんですけども。いかにその、飲んでる人間と、見てる人間とでは、こう、だいぶ、評価のあれが違ってくると。うん。いうことですよね。うん。で、俺自身も、最初から、いきなり若干高いやつを飲んでる。ね、これ2番目に高いやつですけど、まあ、たった2番目ですけど、まあ、でも、いきなり、やっぱ、一番安いのを飲んでみて、そっから、あ、これうめえと。なったら次に段階を踏んで、次に高いと買って、どうなのか。まずここで見ますよね。うまいかどうか。もしうまければ、また次の段階進むとは思うんですけど、逆にまずかった場合、もうそれ以上のやつは買いませんよね。ね。で、あ、じゃあ安いやつで十分うめえじゃんと。もうそれだけで俺の中ではもう満足するわけです。うん。だからもう、あ、こんだけうまいのがいきなり最初にあって、あ、ちょっとそれ以降はちょっとあれだけど、全然最初うまいじゃんと。ね、安くても全然うめえじゃんと。これは儲けたと。うん。なるわけじゃないですか。ね。もう俺の中ではもう、バンバン剤ですよ。はっきり言って。だってそうでしょ。高いけどまずい。安いけどうまいって。もうまさに神の領域じゃない。ね。うん。
そう思います。ちょっと長くなりましたけどね。まあ、ちょっといろいろと腰の完売に関してはちょっと見くびってたなというか、ちょっと以前俺が飲んだ時のあれはちょっと、ね、ちょっと頭がおかしかったなかなというか、まあ、よくわかってないね、日本酒の。あれがね。よくわかってなかったんだよね、味が。やっぱり。ね。いろいろ今までで飲んできましたが、日本酒は。ね。なんで、まあ、ちょっと味をどういう感じなのかっていうのを覚えたかなと。うん。うん。ですね。こんな感じかな。はい。今回、なりました。日本酒度プラス7。腰の完売の別選です。ね、コクが4つ星。結構コクあります。甘み4つ星。これも結構ありますね。うん。甘い。うん。そして香りも非常に高いと。なんか矛盾してるようですけど、でも非常に水みたいで口当たりは非常に、ここにね、さらにもう一個付け足したいのがね、口当たりっていう項目をもう一個付け足したいんですけどね。口当たりというか、なんつうかな。難しい、飲みやすさみたいな。ね。まあいいでしょ。少なくとも、まあ口当たりはかなり水みたいで、締め張りと同様ですね。おすすめ度が、四つ星と。まあ、締め張りには劣るけども、もう全然、うまいと。これは。さすがに、さすが、ね。久保田なんか目じゃないというレベルです。なので、ぜひ、皆さんね、まあ、定価で買えることがあれば、定価、定価で買えることがあればですけど、定価以上の、まあ、価値はまあ若干あるとは思いますけどもね、でもそこまでね、高いあれではないと思います。今、ヤフオクで見た限りでは、特に問題なく、うん。定価プラス送料ぐらいで買えるレベルだと思うんで。うん、まあ、ね、興味ある人は、まあ、ぜひ、飲んでみてはいかがでしょうかね。ということで、ご視聴ありがとうございました。